どうも、陣内智則です。さあ、今回はね、ちょっとね、苦労している後輩のコンビの話を聞こうかなということで来てもらいました。ザ・パンチです。お願いします。お願いします。久しぶりやね。ご無沙汰しております。ほんまにも久しぶりじゃない。はい、なので怖いです、ね、ドキドキしてますよ。いや、そんなで今まだ謹慎中やねんな。謹慎中やねん。もう解けたんす。あ、もう解けた。解けたんす。あれもう3年ぐらい前でした。3年は前、2019年 6.23 なんで、うん、覚えてんねん。で、こいつだけですからね。あ、松尾は行ってないの。はい、僕は何にもしてないんですよ。あ、そっか、あれはザ・パンチで行ってないんだ。はい、最初はザ・パンチっていうのが、うん、文言が週刊誌に書いてあったんですよ。はいはいはい。どう考えても行ってないっすな。行ってないなと思って。で、会社と話して、でも、いや、僕絶対行ってないですって言ってて。おい、ちゃんと、私は行って、松尾は行ってないと。はい、で、翌週に写真が出て、うん、ほら、写ってないだろうって言ったんですけど、ど真ん中に来いって。白黒でスーツ着てパンチパーマなんで、反射の視界みたいになってどっちにしても反射やん。いやいや、そうだから俺ザ・パンチとこうやって話すの言うと初めてかもしれんで、はい、陣内さん本当にもう数年会ってなくて、うんうん、で数年ぶりにここなんで、うん、なんかしたかなと思ってます。切れるから読んだちゃん。何ですか。全然心配になる。心配っていうか今どうしてんのやろっていう俺の中で気になってた。うん、ザ・パンチはちょっといろいろ聞きたい話があって、はい、え、今何年目だったのザ・パンチは。25だと思います。5か4かありませんか。20年過ぎてから本当に自分が今何年目か分かんなくなる、うん、同期が誰いてんの。同期が NSC だとトータルテンボス、うん、トータル、あ、もうベテランや。はい、で、NSC じゃなかったらハイキングのキューちゃんとか、キューちゃん、うん、まあ、YouTuber やっているハイジ、うん、あ、ハイジね、はい、先輩は。先輩は1年先輩が熊田雅史さん、阿部浩二さん、佐久間一行さん、レーザーラモンさんとかですね。ガリットチュウさん。なんやろ、なんかすごいモヤっとしてる世代やな。モヤモヤ世代やな。モヤモヤが2つ続いたんで、うん、その1個下がロバート・インパルス・森三中、椿ヤックとかキラキラが生まれた。だから東京で言うと、うん、その2期生はなんかその泥の2期みたいな感じで言われて、うん、言われてた。で、ザ・パンチは3期だ。3期です、はい、で、4期は花の4期って言われてます、うん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 、我々3期だけ闇の3期って言われてます。お前だけや。闇とお前だけや。後々ですけどね、それは。いや、もういや、だからどっから聞こう。もう闇から聞くわ。じゃあそうですね、闇しますか。はい、あれは何やったん。最初こいつは呼ばれてなかったんですよ、うん、写真撮られたあの会に呼ばれてたわけじゃないよね、うんうんうん、僕はその日お知り合いのお通夜行ってたんですよ。はいはいはい、お通夜に行ってたら、うん、まあその空手家の入江さんもいらっしゃって、うん、入江さんが、うん、じゃあこのお通夜の後何かあるかと、うん、で、あ、何にもないです、うん、じゃあ飲みに行こうか、あ、全然行かせてください、うん、その前にちょっと一個直営業に、あ、あるから、はい、行かせてくださいってことで、入江さん MC で僕は横で補助 MC みたいな、あ、それでちょっと天崎ついてきてくれへんから、そうです、で補助 MC してたら写真がたまたま僕がメイン MC みたいな。どんな一日のスケジュールやん。おつや反射パーティーで、それで知ってたの、そのそういう集まりの人たちっていうの。いや、全く分かんない。あれはほんまに知らんねんな、みんな。みんな全く本当に知らないと思います。で、もっと言えば6年後なんですよ。出た、だから6年、2019年だけど、2013年の話な、あれは。の話で、僕はだからその前日、もうすでにだから第1弾は出てて、フライデーの闇営業第1弾も出てて、は大変だなーっていう目で見てたら、あ、それはまず関係なかった。関係なかった、そこには映ってないですよ、はい。あ、2回出たんだって。2回出てます。で、はい、1回目が、もっと派手だったんです。で、吉本がこんなパーティーやってましたっていう。そうだ、入江も言ってんの。宮迫さんも言ってんの。入江さん、宮迫さん、亮さんで、亮さん、花束とかはそっちの、あ、それは第1弾だ。はい、そこには映ってないんだ。そこには映ってないです。で、第2弾で、でその次の週に、1週間後に第2弾がまあフライで出るわけじゃないですか。その前日に吉本に呼ばれて、これが明日出ますと。まあ直営業は正直ちょこちょこそんな感じで言ってました。まあ、これはね、これ闇営業って言い方するから、うん、すごくあれやけど、まあ、ね、はい、まあ、なんか知り合いの人のなんか結婚式やるかちょっと呼ばれるとか、はい、そういうのはまあまあ芸人ってあったよね。そうですね、うん、いや俺でも俺正直ほんまに行ったことないからな。はい。いや俺はほんまやね。だから疑ってるわけじゃない。だからそうやね、そ
そういう人もおるっていうことは分かって、はい、もうめっちゃ若手の時あるよ、めっちゃ、はい、あの大阪時代の時によくタムケンが闇営業取ってきてくれた。闇営業って言っちゃうんですね。ほんでそれで呼ばれて結局、はい、まあこいつが出てる週刊誌が出まして、はいはい、で、あのあちゃーみたいな感じだったんですよ、うん、おうおう、まあそんなノリやったどっちかって言ったら周りのムードとしても。で、そっから2週間後ぐらいだよね、うん、パンチ浜崎があの午前中にスケジュールを抑えられてたんですよ。おうおう。ほんで会社に呼ばれて、うん、謹慎ってなったんですよ。それはもうあの全員出てたメンバー、はい、あの金神ズイレブンと、ふざけてる感じするぜ。ふざけてる感じするぜ。いやもう明るく言うと誰よ金神ズイレブン。ごめん、もう今となったら僕が教えて金神ズイレブン、はい、まあまあ、俺ら忘れてるから、僕と、スリムクラブ2700、天心木村、ムーディ勝山、うん、熊田正史さん、ストロベビーディエゴ、あ、ディエゴ、はい、あと誰か HG さん、うん、でガリット中福島さんですね。あ、これでイレブンだ。キーシーズイレブンです。よどむことなく言えんだね、そういうのセリーグとかでも言うのちょっと詰まったりしますすごいな、スラスラ。エピソード1はキーシーズ13だったんですけど、そう、エピソード1あの2人あの抜けられたんで、ね、あ、そういうことね。あ、そうか、2人はもうね、はい、もうなんかもうメジャー行きあったからな。そうだ、メジャー行きあったんで海だったもんな。我々だけ国内でやってるみたいな。大変でしたよ。あれですよ、14人か1人はもう引退されたもんね。だから家がもう引退されたあれはエピソード0って呼んでるんですね。呼ばない方がいい、そうやって反省してないと思われるぞ。じゃあ明るく言えた方が、でも、まあ、俺はでも反省とか、俺はもうほんまに擁護するわけやないけど、はい、これはもう知らんかったあかんねんで、あかんっていうのはね、あれな、難しいよな、まあ、後輩やしさ、入り江が読んでそれはちょっとお金がもらえる、うん、やったらまあいいか、行くやろうし、ただここでのやっぱ問題はもう嘘をついたかついてないかい、あの時は。そうなんですね。あの時にもうすいませんでしたって言ってくれてたらね、はい、俺は良かったと思うのよ、うんうん、それがなんか、もうてないもらったみたいなことになって、はいはい、で吉本ももらってないって言ってますみたいな、そうですね、守ったのに、はい、そうじゃないっていうなったから、うん、まあ、一番この金神ズイレブンが、はい、一番いや確かに一番こう可愛らしいやったよね。ありがとうございます。その最初にニュース出てもらってないみたいな流れになったんです、うん、そうそうそう、でその後にこいつらのが出てるんですよ、うんうん、第一弾の方々が先走ビックリマンみたいに言うなよ。さっきからずっと第一弾とか第二弾とか言ってるけどどれぐらい金神さん、ただ2ヶ月弱なんですよ、うん、あれは何でしょうね、あの時、まあ、毎日バイトショーでやってたんですけど、うんうん、ある時からね、うん、急に風向きが変わって、うん、最初はあのもう犯罪者みたいな感じの扱い、そうやな、そうです、そうです、なんかあの時ってすごかったよな、はい、本当に身内から電話がかかってきて、うん、電話出たら、あ、出れるんだ、よかったっていう、その身内はちょっともう逮捕されてるみたいな、そんな感じでしたよ。僕嫁さんの親戚とかからすげえ言われましたもん、相方逮捕されたなみたいなそういういじりとか、まあ、高校の同級生から浜崎大丈夫かみたいなとか、でその本当キージンズレムの11人が写真よく出てたんですけど、うん、ワイドショーで本当にそれがなんか詐欺グループの顔たちみたいな感じで、あ、なんかそのあ音楽とかもな、ちょっと悪い音楽流れるからさ、ワイドショーとかで、でも、はい、こいつはやっぱあの吉本先輩いろいろあったかい方は多いんで、うん、大変だろうっつって、うん、いろんな方がお米送っていただいたり、おいろいろなんか食べ物をいただいたりしてるんですよ、まあまあ、それはやってもらったんだ。でこいつ休みだからしてもらってるじゃないですか、おうおう、俺何にもしてないのにスケジュール真っ白なのに誰からも何にも届かないんですよ。僕ただ家でこう待ってるだけで、こっちは禁止になるよな、はい、辛かったですよ。嬉しかったですけどね、小籔さんから大量にそうめんが届いて、でありがたいなと思って、僕小籔さんの連絡先知らなかったんで、なんかせっかくなんで手紙を書かせていただいて、でそれをマネージャーさん経由でお送りしたら、あのその後ウインナーの詰め合わせみたいなのが届いたんですよ。で僕あの時はちょっと手紙で食べていけるんじゃないかなって聞いたことない、これもう一回手紙書いていいのかって。手紙で食べるってなんだ、なしみたいな検証生活で今日もう禁止の話でちょっと、ま、いや、いいよ、俺いい全然いいよ、このこれがようやく今までのこの苦労を、あ、ありがとうございます、解き放ってよ。禁慎して2週間ぐらいしまして、はいはい、会ってなかったんです、うん、禁慎が決定した時に LINE で、うん、まあ、申し訳ないみたいな、ちょっと喋っただけなんですね、うんうん、で、2週間ぐらいして、うん、僕、新宿の喫茶店に呼び出されたんですよ、浜崎から、はい、はい、
毎日謹慎の芸人のニュースやってるじゃないですか、うんうん、これ解散とか言うかなこいつと思いながら行ったんですよ。あ、なるほどね、うん、はい、そうよね。そしたらこいつが、ちょっとこの謹慎中に新婚旅行に聞いたことないよ謹慎中新婚旅行えってどこに行こうと。どこだっけ。ギリシャです。信じられない信じられない。ギリシャ行くやつも聞いたことない。ギリシャも聞いたことない、はい、新婚旅行であんまり。ただ行ったんですけど10日間ぐらい行ったんですね。結構行った、はい、すいません。10日間の真ん中ぐらいに謹慎が明けたんですよ、うん、みんなが劇場出始めるんですけど、こいつまだギリシャいるから俺家にいなきゃいけないんですよ。ワイドなショーとかで松本さんとかすごいそのかわいそうだ怖い。そう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 動きます言うて、はい、そこまで優しくしてくれるなと。ちょっと待ってください、もうちょっと動くなと。松本動くなと。お前だけやぞ松本動くなと。じゃあもう何禁止上げてから今はでもどうなってんの。もう劇場が多いの今は。そうですね、そうですね、劇場とまあちょろちょろ営業っていう感じですね、うん、闇の闇のじゃないです。言ってないよ。そう、光の営業っていう。光の営業、光営業。収入的にはどうなのザ・パンチは。いやもう全然、うん、そうですね。副業はしてんの二人。僕は、前もちょっと陣内さんの家とか行ったじゃないですか。あ、そうや。もちろんエアコン洗ったりはしてるんです。エアコンの家にエアコン、あのラフコントロールのな。はい。あれのその時はシゲラフコントロールの重岡が、うん、まあ謹慎して松尾さん仕事もないんだったらどうですかみたいな感じで陣内さんのお家に、うん、そうそう、シゲの重岡の会社の、はいはい、エアコン洗いに行かせていただいて、松尾と重岡が俺ん家に来てくれたね、うん、であの、はい、エアコンやってくれたのよ。そうやつ、かっこよかったというか、なんていうんですかね、あれ覚えてらっしゃいますかね。覚えてる覚えてる。年末だったんですけど、そうそう、大掃除で、はい、じゃあ重岡頼むわっつって、で僕がですね陣内さんになんかバケツにね水入れなきゃいけないですよ、うんうんうん、で陣内さん、あの洗面所かなんかお借りしていいですか、うん、あ、ここ使ってっておっしゃっていただいたんで、うんうん、で、わかりましたっつってバケツ持って、うん、洗面所入ろうとしたら、うん、陣内さんがあの、うん、ポチ袋持ってて、うんうん、どう見ても1万円札持ってて入れてるんですよ。見た絶対くれるじゃん。見た絶対くれるじゃん。ちょっと早いけどお年玉みたいなこと言いながら絶対くれるじゃん。だから、うん、でもバレてないみたいなムードで、うん、使って使ってやってんですけど、もまだ持ってんすよ。絶対ポチ袋持ってんすよ。バレてないと思われてる。どうしようと思って。俺思ってたらバレてない。数時間したら絶対くれると思って、その時俺どんな顔しようと思って、うん、そうだね、初めての顔できない。そうそう、できない。でもあとはもう陣内さんの出方次第で、うん、陣内さんがさっきお前には見られたけどなとかおっしゃったらやめてくださいよって言おう、うんうんうん、言わなかったら、でも言うだろうなって思ってたら、うん、陣内さんがもう先ちょっとごめん仕事行かなあかんね、うん、これ来たいけどおしまい。すごいハンサムちょっとバレてないと思ってるから、シゲがいいんですかって言ってる顔の真似して俺がございますって言ってあんな恥ずかしい瞬間なかったですけど。そうやそうや、はい、で僕たまに言い返してもらってますけど。そうやな、はい、いやだからそのもう一個聞きたかったやっぱ、はい、M1 よね。あ、決勝は2000何年2008年ですね、うん、ラストイヤーで初めて決勝に出れた感じです。その2008年の優勝者誰やったっけ。ノンスタイルですね。ノンスタイル、はい、ほんで M1 で何位やったっけ。8組中9位です、ね、うん、不思議ですね。そんなことある。あの敗者復活戦の方が振ってたんで、はい、8組でこうやって始まったのに9位でした、ね、うん、辛いですよ。もうその時敗者復活戦はオードリーだったね。オードリー、あー、オードリーが売れた年だから、うん、はい、どうやったの。あのもう噛んだんやったっけ。浜崎は間違ったんや、はい、噛んだのも噛んだんですけど。何番ってやったん順番は。僕らの非常に最高って言われてる6番ぐらいで出たんですよ、はい、あ、そうや、はい、で、てんてんになったんですよ。これなもうダダ滑りしたんやった。なんかね、緊張してんなーわって、はいはい、なんか噛んでるなとかそんなんやったよね。はい、頭の中は真っ白なんですよ。視界も真っ白。どの段階でよ。ギリギリまでそこまで緊張してなかったと思ったんですけど、うん、出てった瞬間だって憧れの舞台やろ。そうです、そうです、グランプリそれのためだけにやってますから。そうやね、これで、まあ、優勝戦でも何か普通にやりゃまあ仕事は増えると、うん、はいはい、な、
思って出てるわけやんか、はい、始まる前あの競り上がり前 CM 前だったっけ、うん、CM の後はザパンチみたいな感じでその時はなんかこう調子にまだ乗れていたんですなこれいけるわこっちもちょっと調子、はい、いい感じやいい感じだと思って、うん、で出てって階段を降りてマイクの前まで来て、うん、パッと見たら全部黒目なんですダメっぽい松尾はまだ冷静やったいやそっから、僕ももうこいつがガチガチですしいつもの笑いじゃないです全然足りてない、まあ、最初のつかみぐらいでバーンって来てほしいけど、はい、で噛んでるし噛んでるし、はい、もう目、ま、全部目まくるし、はあ、全部黒ですしあっあっあっってなって僕ももう結果的にはもう全部白ですあもう2人とも白になったんだ、はい、で観覧ゲストで、うん、日本代表のサッカーの中澤佑二さんが、うん、あそういう時あったよね、はいうん、そこだけ真っ黒であと全部白中澤さんがいるちょっと黒いし、はい、中澤さんがいる以外はもう覚えてないですほとんど決勝行くってどんだけすごいことかってはずやのに、はい、ザ・パンチやっぱ面白くないって烙印を押されるの、はい、そうですねあの日本のビリみたいな、うん、そうですねそうやねな何千何組から出た選ばれし8組やったのが日本のビリの漫才したと思われてな、はい、ビリ取ってなおなんかネタ不謹慎ですビリだし不謹慎ですねっていう死んでくれやったっけ、はい、お願いだから死んでくれよっていうこれでも言われへんもう今じゃ無理よねそうですかね。もうエンタの出てるぐらいからもうその死んでをやめてくれみたいな死んでっていうのは一番最初にレッドカーペット出していただいた時に、うんうんうん結構こうその笑ってもらったのに、うん、すごいなんていうんですかそのブログとか当時やってたんで、うんうんうん、すごいコメント来て面白いって思われようとしてるのにこんなに怒ってる人がいるってなったんですよ あの M1 の時もそれ、はい、そうです ね死んでって言って、うん虫眼鏡で太陽を見てとか、うん、砂漠でラクダに逃げられてとか言ってたんですよ砂漠でラクダに逃げられた人の気持ちを考えたことあるんですかってクレームが来たりしましたそれはもうええよでもほっといたらそれはほっといたらでもこの死んでがひどいんじゃないかってなった死んでは確かに今じゃあの当時は、うん、お願い死んでっていうのがなんかこうな、はい、ちょっとナルシストの浜崎に対してそうですね包み込みでお願い死んでっていうのが面白かったもんな、はい、でそれ1回目出て2回目の時に、うん、もうあれ一回やめてみませんかみたいになったんですよ死んでっていう言葉だけを抜いてみませんかって あそれでいいならやらせてくださいってやってあ全然いいじゃないかそれでって言っていただいたんですよでそのまま他のテレビでもずっと死んでとは言わずにやってたんですねで M1 の予選突破して決勝何のネタするってスタッフさんに言っていただいて死んでって言わない方がいいですかって言ったら言えともう君たちこれで勝ち上がってきたんじゃないか それは間違ってないと思うね、はあうん、言っていただいたんで、思いっきり死んでって言ったら、うん、お客さんがこいつら言っちゃったみたいな空気になったし、それ M1 で、はい、あ、そうなんやそれもあって、全然こうどんどん離れていったみたいなんかもう全部悪いことの悪循環になったよねまずもう目真っ黒なやつが目もう死んでるやんもうそうなんですほぼ死んでるやつにそうです死んでるやつに死んでるやつに漫才になっちゃったっていうだからビリになったわけじゃないですけど、うん、キャッチコピーってつけられるじゃないですかああ、うんうん、キングコングが逆襲のスーパールーキーああなるほどあったね、はい、で笑い飯さんが孤高のダブルボケ、うん、あああったあった、で我々ザ・パンチがラストチャッチャチャンスだったそのせいで結果がどうこうとか関係ないですけど今となってチャッチャチャンスって言ってたもんなお前がギャグみたいなチャンスってラストチャッチャチャンスのやつ絶対優勝せえやいやでもザ・パンチはもう全然いやさすがやねね、錆びてなかったねああ嬉しいありがたいそうなんかこれを機にもっともっと劇場でもね、うん、もっと言えない話もあるからそうですね、うん、今ここでも大丈夫かなと思いながら、はい、いや全然大丈夫よ本当ですか、うん、他の謹慎セレブが怒る可能性もある謹慎セレブ頑張ってるから大丈夫やこんなケラケラ喋ってるの僕だけなんですいやいやいやおもろかったわじゃあこれからも頑張ってあとじゃあまた掃除に来てな掃除行かないように頑張りたいですあ、そうかそうか、はい、掃除があんま来ん方がいいな、はい、あじゃあまたちょっとご飯行きましょうはい、ぜひということで今回のゲストは七人ね今も頑張って面白かったですザ・パンチでしたありがとうございましたご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。